西武101系電車秩父鉄道6000系電車秩父鉄道6000系電車は秩父鉄道の急行列車用車両本系列は西武鉄道の新101系4両編成3本を2005年に購入し3両編成に改造した上で秩父鉄道の3000系で運用されていた急行、秩父路に投入して同系列との置き換えを進めた6001号編成は 広瀬川原車両区で同社から委託を受けた西部車両で改造工事を行った。これは要因確保の問題から工事管理のみに止まり、先頭車の TC2 車の運転台を切断して中間車の M2 車に移設するという実際の作業を東横車両伝説が担当し、同年12月28日に落成した。その後6002.3号編成は、 西武鉄道の武蔵ヶ岡車両研修場で施行したが、これらはすでに秩父鉄道に改装していた改造車両を改めて改装し直している。そして2006年3月15日の休行秩父路1号で運用を開始した。その後も順次3000系の置き換えを行い、同年11月25日をもって同系列が運用から離脱し、それ以降の休行秩父路は、 すべて本系列となった。2007年3月6日のダイヤ改正よりワンマン運転を実施している。2014年10月26日からは6 0 3号編成が9300系が登場した当時の塗装である茶色塗装のリバイバルカラーに変更されている。車内客用ドア撤去部分半自動自開閉ボタンと展示ブロックリバイバルカラーの6003号編成座席は 西部1万系の更新時に発生した旧シートを再利用したオールクロスシートとなっており、わずかであるがリクライニングさせることも可能である。なお、車腹の関係から回転はできず、向かい合わせに固定のままでの運用となっており、リクライニング機能付きボックスシートとも言うべき、他にあまり類例を見ないシート構成となっている。ただし客用扉直近の車両中央寄りのシート2列は、 向かい合わせではなく、2列続けて同じ方向で固定されている。車端部やドア間の一部の座席は窓との位置がずれている箇所もある。また、背面テーブルが撤去されている部分でもテーブルの目が残っている箇所がある。また、もともと急行系だった3000系と違い、通勤がだから改造したため、デッキは装備されていない。秩父鉄道では、 沿線でのイベントや観光シーズンなどに合わせて、臨時休校や定期休校、秩父路の相性変更などを行っているが、先頭に LED 式の相性表示器を持つ、本系列では収益以来2007年11月まで、こういった臨時相性は LED による列車名表示に止められてきた。しかし、同年12月運転の秩父夜祭り号から相性表示器の上に、 特製ヘッドマークが掲出されるようになり、以降3000系で行っていたような特製ヘッドマークの掲出が行われており、老媒号、桜号、芝桜号、秩父川瀬祭号、秩父夜祭号は毎年のように特製ヘッドマークを装着している。秩父夜祭号ヘッドマーク掲出他社の西部新101、形状都社、ありがとうございます。